残るのは風と水の殺人。被害者はどんな殺され方をするんだろう。そして残る転校生は僕と桜田忍さん。じゃあめぐるくん、このピックアップされたリストに従って早速聞き込みを始めましょう。狙われる心当たりがないか彼らに聞いていけばきっと犯人の動機に結びつくはずよ。うん、それじゃあ早速行こう。じゃあ最初は松井さんにしよう。オッケー。誰だ？どっかで会ったか？あ、いえ。松井五郎さんですね。僕たち新聞部の桃井と立花と言います。あの、最近立て続けに起こった学園の猟奇事件はご存知ですよね。そのことでちょっとお時間よろしいですか？なんだい、俺次の授業移動教室だから急いでくれよ。さあな、俺には関係ないね。本当に何もありませんか？恋なないよ。じゃあ俺も移動あるから。めぐるくん、絶対何か隠してる感じね。次を当たろう。次はイオナさんがいいんじゃないかな。こないだパスを落とした人ね。それじゃあ早速レッツゴー。イオナさん、こないだはすみませんでした。なんだか失礼なことをしてしまって。
アラン、あなたたちは。いいのよ、私の方こそ。あの時はわざわざ落とし物を持ってきてくれたのに、素っ気ない態度を取ってしまって。それで今日はどうしたの？そう、怖い話ね。でも心当たりはないわ。多分狙われているのは私じゃないと思う。お役に立てなくて申し訳ないけれど。じゃあもし何か思い出したらすぐ僕たちに連絡ください。くれぐれも不審人物には気をつけて。ありがとう。次を当たろう。何ですか、あなたたちは。はじめまして、僕たち新聞部の桃井と立花と言います。実はちょっとお聞きしたいことがあって来ました。今いいところなんだ。あまり邪魔はしてほしくないんだけど。頭がいいんですね。休み時間にまでそんな難しそうな本を読んでいるなんて。あまり運動とか激しく動くのは得意じゃないから本を読んでるだけだ。で、話って？僕が狙われている？何かの間違いじゃなくて？だけどもうあと転校生はほとんど残ってないんです。本当に何も心当たりはありませんか？例えば逆恨みを受けるようなトラブルがあったとか？ないよ。自分で言うのもなんだけど、僕はおとなしい方だから、あまり恨まれるようなことはないと思う。次を当たろう。忍いるかな？忍？忍？いないのかな？ねえ、めぐるくん、もう行こうよ。忍？何？今忙しいの？あ、いや、あのさ、特に大事な用がないならまた今度にしてくれる？それじゃ。ちょっと待って、大事な話があるんだ。
しのぶ、ちょっとしのぶ。しのぶさん、なんか部屋の中を見られたくなかったみたいね。立花さん、とにかくドアも開けてもらえないんじゃ、これ以上ここにいても仕方がないわ。行きましょう。はあ、結局実りある情報は得られなかったわね。そうだね。今日会ったメンバーも全員が本当のことを言ってるとは限らないし、また明日改めて今後の捜査方法を考えよう。どの道、今日はもう開きね。こんな時間じゃ聞き込みもできないし。というわけで、じゃあメウル君、おやすみ。うん、また明日。装置ってことか。めぐるくん、風の大天使ラファエルの魔法陣。止められなかった。昨日私たちが無理にでも彼に話を聞いていれば。めぐるくん、何のことだろう。あ、ひょっとしてダイイングメッセージ。ほら見てよ、立花さん、キーボードに血の指紋がいっぱいついてる。本当だ。多分松井先輩は撃ち抜かれた後、彼が絶命したと思い込んだ犯人がいなくなってから、このダイイングメッセージを残したんだ。となれば、このニラという文字が犯人を特定する重要なキーワードになるわね。やっぱり第三の犯行は起こってしまったのね。大天使ガブリエルだけ。なんとか
最後の犠牲者を出す前に犯人を見つけないとね、桃井くん。ちょ、何やってるのよ。新聞部員でもないのに慣れ慣れしくめぐるくんに近づかないでくれる。ちょっと待ちなさいよ。前から言おう言おうと思っていたんだけど、その人をバカにしたような目つき、いい加減やめた方がいいわよ。友達なくすから。待って、忍、君に伝えたいことがあるんだ。だから分かってるかもしれないけど、犯人の狙いは転校生だ。だから、つまり、そう…めぐるくん。ごめん、橘さん。せっかく僕たちが調べた情報を。僕も、そして君も転校生だから、くれぐれも気をつけて。相変わらず優しいのね、桃井君。そういうところちっとも変わってない。絶対彼女怪しいと思う。ねえ、めぐるくん、しのぶさんの身辺調査を行いましょう。身辺調査ってどういうこと？だってさ、あの子自分は何でも知ってるって感じで、いっつも上から見下ろすような顔してるし、だいたい考えてみれば、今回の事件はちょうど彼女が転校してきてから始まってるのよ。あまりにもタイミングが良すぎるとは思わない？それって彼女が犯人じゃないかって疑ってるってこと？そうかな。なーに？めぐるくんは彼女をかばうわけ？そんなことないよ。ただ態度がどうこうってだけで犯人って決めつけるのは良くないと思っただけだよ。それに疑う要素もほとんどないし。めぐるくん、考えても見てよ。どうしてこう事件現場にすぐに現れるのよ。あんなにタイミングよくポンポンと。それはたまたま。3回ともよ、3回とも行動だって怪しいわよ。彼女自身が犯人だって考えれば全てうまくつながるのよ。橘さん。